今月頭からボアサ新聞が新聞受けに勝手に入ってた。勧誘サンプルかなと思っていたら昨日も入っていた。で、間違いじゃないかと思い以前契約してた時の販売店に電話したんだ。そしたら3月1日から半年間の契約してますと。そんなはずはないので何かの間違いじゃないですかと聞くと、ちゃんとオタクとの契約書もありますと言われた。旦那が勝手に契約することもありえないので、午前中その契約書を持ってきてもらい、旦那と一緒に確認した。すると2013年3月1日から半年間の契約書の2013が2018に書き換えられてた。確かに2013年から半年間は景品目当てに契約したことがあったけど、その半年だけで契約を打ち切って、その後は一度も契約してない。要は手書きの契約書の数字を勧誘員が勝手に2013から2018に改ざんして販売店に持ち込んだらしいんだ。販売店の店主は平誤りだったけど、ママ友何人かに連絡したら2年前に契約した新聞が勝手に入ってるという人がいた。もしかしたら2016から2018に改ざんされてるんじゃない？ってことを伝えてみたら、やっぱりそうだったみたい。勧誘員、2年後、5年後を見越して契約書のコピーを取って送って、ある意味衝撃を受けたわ。